Hello, hello, hello! ニコニコチャンネルのニックです。で、今回はイギリスの伝統的なスイーツ、ビクトリアサンドウィッチケーキ編です。はい、スタート。はい、皆さんはビクトリアサンドウィッチケーキをご存知ですか？ビクトリアサンドウィッチケーキはイギリスの伝統的なスイーツでとても有名なケーキです。で、今回は初めて作ってみたいと思います。で、まあ、ビクトリアサンドウィッチケーキは何かというと、まあ、その2枚のスポンジにストロベリーのジャムをサンドしてる、とてもシンプルな、とても簡単なイギリスの伝統的なケーキです。はい、アフタヌーンティーを好んだ歴代の女王であるビクトリア女王にちなんで、このケーキが名前が付けられたそうです。で、まさにこのケーキはアフタヌーンティーにぴったりです。はい、材料はこちらです。で、今回はまあせっかくなので、ちょっと肉がそのフルーツとかクリームとかちょっと入れたくて、だから今回は正式のレシピではなくて、ちょっと肉のアレンジが入ってます。それでは作りましょう。はい、できました。ビクトリアサンドウィッチケーキ食べたことあるね？は、ないね。うん、ちっちゃい時よ、なんかよくっていうか、うん、おばあちゃんがよく作ってくれてて、うん、だからなんか、なんだろう、今日その生地を作った時はなんかすごい懐かしい匂い、うん、
なんかその生地の匂いが、そうだから今日自分で作ってちょっとおばあちゃんのことを思い出して、あなんかやっぱそういう楽しい思い出、そうだね、まあ、作ることが楽しいしね、そうそうそう、簡単だし、そう簡単なんでしょこれ、そうそう、だから簡単なものだったら手軽に作れるし、そうじゃあせっかくなのでちょっと食べてもらいたいと思います。最初に差し上げます。どうかな味、ちょっとドキドキ、ちょっと今日は結構厳しいかな。いやいやいや、もうあるからないから、ね、ジャムがね入ってるね、でフルーツも3枚ある、ね、そう、でもなんかしっとりしたイメージ、うん、ちょっとクリームつけて、うん、ぜひフルーツも一緒に、どうかな甘いかな、いただきます。うん、おいしい、おいしい。なんかでも、なんだろう、なんか日本に比べたら、日本のスポンジ結構ふわふわ、あふわふわね、でもこれはなんかしっとりでずっしり、シフォンケーキはもっとふわふわでしょ、うんうん、でもこれはなんかすごい、なんか重量感がある、重量感がある、うん、そうそう、そんな感じ。まあでも見たもんじゃ、どうかな、なんかこれはすごい紅茶に絶対合う、本当に。なんか重量感が合うとさ、うん、やっぱこう重いから、まあ、ちょっとなんか食べて、うん、紅茶飲んで、うん、どう自分で作ってやつを食べて、うん、やっぱ普通はね、うん、あのクリームとなんかその間にあるやつは普通クリームとジャムだけなんだけど、うん、今回はなんかフルーツとかいろいろ入れてみて、うん、やっぱ美味しい。そうだね、なんかフルーツが入ってないとちょっとね、そうだね、なんかフルーツがないとなんだろう、重くなる、もっと重くなる、だけど、うん、フルーツのなんかストロベリーとラズベリーとブルーベリーが入ってるけど、だから酸味があるから、うん、なんか甘さと酸味でなんか食べれちゃう、そう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 、だからこれ普通に美味しい、うん、うん、大成功、大成功。初めて、まあこれからもなんかいろいろ挑戦して、うん、まあいろいろあるんでしょって、うん、伝統的ななんか、まあイギリスはさ結構そのベーキング、うん、そのケーキとかクッキーとか、うん、なんか結構まあ確か最近もなんかその結構流行ってるみたいなから、うん、そのテレビ番組もやってるし、そうだね、ベイクオフ、ベイクオフっていう番組は結構流行ってるし、だから、うん、まあその何年上の人たちだけではなくて、なんかその若者たちもなんかその最近ベーキングにハマってるっていう子が結構いるからさ、だから自分もなんかもっとなんか頑張りたいと、そうだね、時間があるときに、そうだね、もっとこうなんか、まあもしかしたらこれからなんか家にいる時間が長いから、うん、なんかもうちょっとなんだろう、クオリティをオーライブライフ的なね、そうだね、向上をして、うん、なんかもっとスキルをね、いろんなスキルアップして、していきたいと思います。はい、じゃあ、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあね、これからもなんかまあケーキだけでもなくて、まあ、うん、もしかしたらそのそうだね、作ってみたい、初めて作ってみたいものとかあれば、うん、もしくは作ってほしいものがあれば、ね、ぜひあの下やるやる挑戦する、そうそう、あ、ま、私もあるよ、もうおーしまっただから、まあぜひ下に書き込んでくださいね、それでうちらが挑戦してみて、ね、スーパー行ってやります ね、はい、ね、それではまた次回 で、ね、じゃあバイバイ、バイバイ。